活火山とは、国際的には一般に過去1万年以内に噴火したことがある火山のこと。日本の火山噴火予知連絡会、気象庁による定義でも、おおむね過去1万年以内に噴火した火山を呼び、現在活発な噴気活動のある火山とされており、この定義による2017年時点の日本の活火山数は111である。従来、火山は、 定性的な噴火活動度に応じて分類されていた。英語には、アクティブボルケーノ、ドーマントボルケーノ、エクスティンクトボルケーノといった呼称があり、例えば日本の地質学者である、横山又次郎は、地質学教科書において、それぞれ、活火山、睡眠火山、消華山という語を当てている。また、佐藤伝蔵は、地質学定用において、活火山、急火山、 死火山という分類を用いている。しかし、活火山、旧火山、死火山のような分類法はあくまでも便宜的なものと考えられており、横山又次郎は地質学教科書において有史以来活動していなかった火山が突然活動を開始することもあるなど、このような分類を非学術的と述べていた。また、佐藤伝蔵も地質学提用で、 全く便宜上のものとしていた。活火山と旧火山の関係については、火山ごとに噴火や噴気活動の間隔は一定したものではないことから、次第に活火山と旧火山に分けることは困難なんで、科学的な論拠足り得ないと考えられるようになった。また、死火山の定義についても、有史以降に活動の痕跡がないものを基準としていたが、 そもそも文字文化の進展には、世界各国で地域差があるため、有史時代を基準にした厳密な定義は困難と考えられるようになった。そこで、過去の噴火活動の地質学的、歴史学的記録から活火山が定義されるようになった。これに伴い、旧火山や死火山の語は用いられなくなった。 1950年代以前1960年代1970年代噴火記録の有無の扱いは歴史時代に人が目撃し記録されていたかどうかであり一般に旧火山や死火山と考えられていた火山が相次いで活動をし旧火山、死火山の分類区分が無意味であることが一般的にも認知された 1980年代、1990年代、2000年代研究が進むにつれて、2000年以上の休止期間を置いて噴火する火山もあることが明らかとなり、国際的には1万年以内に噴火した火山を、活火山とするのが主流となってきた。2010年代日本の活火山の地図、火山噴火予知連絡会、活動度による分類。ただし、気象庁では、 今後の噴火の可能性や社会的な影響が考慮されていないとして利用していない。対象は日本国内の火山に限る。蒸気以外で地質調査総合センター、またはグローバルバルカニズムプログラムで活火山とされているもの。蒸気以外で活火山である可能性が指摘されている火山火山防災のために監視、観測体制の充実等が必要な火山。 今後100年程度の中長期的な噴火の可能性、及び社会的影響を踏まえ、火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山として、常時観測を行う50火山が選定されている。これらの火山には、気象庁や防災科学技術研究所の火山基盤観測網、大学などの機関が、 地表地震計、ボアホール型地中地震計、傾斜計、空神経、GPS 観測装置、遠望カメラなどの観測施設を整備している。しかし、観測的地であっても、国立公園法、森林法、温泉法等に基づく制約を受けるほか、観測施設建設のための掘削機や、重機搬入が困難であったり、 地滑り地帯であることが多いため最適な観測機器の設置を断念する場合がある。特に活動が活発で噴火が経済活動に与える影響が大きな火山は防災科学技術研究所の火山活動観測モービ場によっても連続観測が行われている。2008年に文部科学省測地学審議会において 火山噴火予測の高度化に資する研究を進める価値の大きいと選定された16火山。大学や国の研究機関においてはそれらの火山を中心に重点的な観測研究が行われた。それまで研究対象とされていた三宅山が外されたが、2014年の小竹山噴火災害を契機にいた火山とともに追加指定されて、現在は25火山となっている。 ありがとうございます。